今回はですね、とある方とのコラボ動画でございます。じゃあちょっとお名前をお願いします。え、挨拶していいんですか？いや、そりゃもちろん。じゃあ売名になるってことですか？天下のキムテツさんの。全然売名しちゃっていいよ。え、やった、画面越し。はい、ということでね、今回はですね、僕の YouTube コミュニティの方で YouTuber に聞きたいことを募集してみたので、そちらを二人でね、見ていこうと思います。なんかぶっちゃけトークみたいな感じだよね、その YouTuber の。よくあるじゃん。マジ真剣にやるよ。真剣にやるよ。ここもね、ふざけないから一個もふざけない。一個もふざけないよ。もう未来の若者たちのチャンネル。そう、これから YouTuber になりたいと思ってる人みんな見てほしい。マジで参考になるよ。本当にね、適当なこと言ってる YouTuber 多いからね。もうみんな一緒に YouTuber で金稼ごう。ということでね、早速見ていきましょう。じゃあ最初の質問ですね。最初は登録者0人なのにどうやって著名になっていくのかが未だにわからん。過去伝われ。登録者0人からどうやって有名になるかが知りたいらしい。どうなんですかね。あ、一応キムは最初ツイッターから持ってきた感じだもんね。でも、あ、そうだね。まあツイッターから YouTube に僕は来てるから。でも言うて YouTube を始めた時フォロワーが25万人ぐらいいたけど、 YouTube に来てくれたフォロワー言うて1000人ぐらいだったよ。まあでもスタート0か1000だったらさ、まあだいぶ差あると思うけどね。なんか僕も YouTube もう6年くらいやってるけど、最初登録者増やすのはめちゃめちゃ難しかった。まあだいぶ差はある、正直。なんかね、 YouTube って昔より伸ばしやすい環境にはなってんだよね。今みたいにショートないからね。てか今だよね。YouTube は昔よりも今なんか、うん、みんなね、マジでね、伸ばしたかったらショートやった方がいいよ。まあ、ショートはマジで底辺 YouTuber の光みたいな。マジで何にも何やればいいか分からなかったらショート取った方がいい。スタートラインには立てるね。うん、ショートやって登録者数増やして、なんか普通の動画に切り替えたりしていくみたいな。待って、本当に真面目なんだね。俺もちょっとボケると思ってたんだけど。いや、僕もね、なんかボケようボケよう思ってたけど、全くボケが思い浮かばなかったわ。大丈夫これ？みんな面白い見てて。いや、多分面白くはないでしょ。なんか変なカスのビジネスチャンネルみたいになってない？YouTuber を目指そうと思った経緯を聞きたい。じゃあオッピーからちょっと目指そうと思った経緯お願いします。僕は普通に、なんて言うんだろう、自分がやってたゲームのゲーム実況を見てた。ゲーム実況見てた？そうそう、自分のやってるゲームのゲーム実況を見てた。うん、勉強しようみたいな感じでゲーム実況見てたら面白くて、なんか俺もやりたいなってなったのがスタートかな。あー、なんか結構夢あるね。なんか普通にいいね。で、登録者100人で親にバレる。マジで早かった。あんた YouTube やってんのって。そう、マジで、あの YouTube 始めて何ヶ月ぐらいだろうな、100人になるまで、うん、なんか2ヶ月ぐらいで100人行った後ぐらいに親に呼び出されて家族会議。めちゃくちゃ恥ずかしいじゃん。もう真剣に怒られた。意味が分かんない。なんで100人でバレんの？意味が分かんない。僕も仮に子供が YouTube やってたらちょっと、まあ引くね。引くかもな。やってる内容にもよるけど。まあ逆にキムはどうやって目指そうと思う？僕はそのまあ Twitter がもともと僕伸びてたんだけど、登録あのチャンネルじゃない、いや、フォロワーが25万人とか24万人いたんだけど、まあ、なんか Twitter ってお金になんないのよ。いくらバズってもし、なんないね。うん、なんか変なクソみたいなアフリートやれば金になる。クソみたいなアフリートやればね。僕は何もアフリートやればお金になるんだけど、まあ稼げないから。でももったいないじゃん、なんか。まあその知名度あってね、何もしない、金稼がないっていうのはまあもったいないよな、それ。僕結構自己肯定感高い方だから、なんかツイッターでもバズれるんだったら他の SNS でもいけるでしょみたいな思考だったのよ。まあそれは間違ってはないよね。でどうせならまあお金になるし YouTube 始めようかなみたいな。まあまあそれでね、2年くらいで今の登録者いるって考えたら。で、もともと会社勤めてたんだけど、登録者数7000人ぐらいの時に社長とか上司とかに、俺 YouTuber になるんで辞めますって言って辞めた。おお、見切り早っ。7000人で。俺10万人の時働いてたぞ。いや、まあ普通はまあまあそうなんだよね。結構思い切ったよね。え、7000人って何？あのイケボ配信、戦場にいるイケボ配信者とか。誰もわかんないから、それ。あの辺の動画の時、過去の動画ね。俺あんたの動画で一番あれが好き。スマホのキネマスターで編集してるからね、あれ。まだ街を歩いてる時に YouTuber って気づいてくれるかなってニヤニヤすることありますか？まあ、僕は顔出ししてないからないよね。え、なんか声とかでバレたりもしないの？声もないね。だ、声出さないもん、僕陰キャだから。あ、なるほど。でも結構いると思うけどね、なんかその辺歩いてる人でキムテス知ってる人。そうね、なんか名前だけとかアイコンだけとか見たことあるみたいな感じの人は多そう。名前聞いたことあるっていう人は多そう。あんた妹いるけど、妹の友達にめっちゃドヤ顔でさ、フォロワー数言ったんでしょ？そう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 。なんか妹と妹の友達がなんか TikTok のフォロワー数について話してて、で妹の友達が、え、私フォロワー数1000人いったんだよねって言ってて、その横で僕が、僕 Twitter フォロワー25万人、チャンネル登録者数30万人いるけどねってボソって言った。キメ
編集ってどのくらい時間かいているんですか？ぜひ知りたいです。僕は2時間。いや、何分の動画作るのに2時間？別に3分から5分くらい、撮影込みで2時間。いや、はいや、僕は自分の動画でも言ってるんですけど、まあ、だいたい1本作るのに編集30から35とかですかね。長っ。それなんか見合ってなくない？うん、悪いコスパ。時給低いよ多分僕。僕ら2人の平均は15時間。まあ2人の平均は15時間だね。そう、平均15時間。はい、じゃあ皆さん15時間です。歌ってみたはありないのですか？声いいし。そもそもこれの質問ってどっちに問いかけてるのかも知りたいよ。まあまあ一応両方言っとく。くわくわ。歌うまいじゃん。まあでもなんて言うんだろう、その歌ってみたのやり方を知らない、その最初のスタートの一歩が踏み出せない。 でもさ、アドってロッカーで撮ってるよね確か。アドさんって、え、なんでアドって言った時アドさんってなんか言ってたんですか？いや、燃えるじゃん。歌ってみたわけないです。僕は一日のルーティーンとか教えてほしい。寝て起きて YouTube してシッて寝る、終わり。人間の底辺の生活だからね。そんなもんよマジで。アイドルでいうサイン会みたいのはしないんですか？生のキムテスさんに会ってみたいです。 by JK。 JK だよ、 JK だって。いやいやいや、 JK、まあ、いいの？こう反応しない。絶対反応しないよ。これだからよ、ここ。いいの？はい、あの、バーがグイーンって上がってるとこで、バーが。市長がさ、バーがグイーンって上がるやつになっちゃうの、ここが。絶対嫌なんだけど。まあ、真剣に答えると、僕はキムと5年くらいの付き合いだけど、一回も会ったことないよ。そうだよ。僕やばくない？ 5 年付き合ってて顔わかんないんだよ。怖くない？もう実質 VTuber だろ。うん、俺キムの顔知らないし、だからまだ本当に存在してないと思ってる。だから僕がホログラムで出てくるかもしれないからね。スターウォーズみたいに。いや、なんで会ってくれないの？いや俺はさ、結構そのいや飯行こうよとか言うタイプだから。いや別に僕はさ、陰キャだから人とその食事をする楽しみを知らないのよ。いや別にネットで話せるから、ネットで話せたりゲームできるからよくねって思っちゃう人間なのよ。だから1回ぐらいは会わんって言う、遊ぼうよ1回くらいは。やだな。なんでだよ。前言ったけど、オッピーが結婚したら結婚式で行くよ。あ、なるほどね。そこで初、そう、初顔だし。ちゃんとじゃあなんかトークみたいなやってくれんの？キムテスさんからのお祝いのメッセージですって言って、僕がホログラムで出てくるから。なんでだよ。できてねえじゃねえかお前。結局リアルで言うと、どのくらいから YouTube だけで生活できますか？なんかその YouTube って動画が長ければ長いほど1再生の単価が高いんですよ。2分3分とかの動画で1万再生取るのと、多分50分ぐらいの動画で5000再生取るの同じぐらいの、ね、金額なんですよ。だから僕の動画って2分とか3分とかだからめっちゃ低いです。そう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 、もらえる額が、まあ、人によるんだけど、まあ、でも平均再生2万くらいをかける30日、続ければペア続ければ初任給ぐらいは稼げるんじゃない？サラリーマンの初任給ぐらいは稼げる。それだから俺今サラリーマンってさ言わなかったのにさ、オブラートに包んでヘイト向くから言わなかったのに。いや違う、サラリーマンはマジですごいから、ね、経験ありますからね。 YouTuber に比べたらちゃんと働いてる人なんてすごいからね。半端ない、半端ないよ。サラリーマン半端ないって。好きなクリエイター？僕はもちろん東海オンエア。もう9年見てます。だいぶ子さんじゃない？マジで。いや子さんだけど、まあ別になんか言ってはないけど、でも本当にずっと追ってる。僕も最近見始めて、もうずっと見てるんだけど、本当に面白い。いやマジで面白い、マジで面白い。僕ゲーム実況以外の普通の YouTuber の動画全然ハマったことなかったんだけど、東海オンエアだけはハマってるね。いやありがたいね、嬉しいわ。東海オンエアの方？マジで逆にゲームテスの好きなクリエイターは？僕はね、結構好きで毎日のように見てるんですけど、列ですね。ハメッリ界隈のクリエイターって、まあ YouTuber に限らんけど、作るときは Twitter のハメッリアカウントが一番効率いいぞみんな。あのブックマークを押すだけですもんね。ガチで言うと僕はもうずっと言ってるけど、キヨさんですね。めちゃめちゃおもろいね。めちゃくちゃ面白い、キヨさんは。平気で 1,2、まあ、時間見れる。やばいね。なんかもう、うん、動画時間もいかれてるしね、いい意味で。3時間ぐらいありますからね最近。3時間とかでも別に見れちゃうもんね。なんか作業しながら垂れ流すとかはよくする。面白いんでね、キヨさん見てくださいぜひ。アンチについてどう思いますか？震えて眠ってます。オッピーは炎上経験あるからね。こう炎上した時にさ、誹謗中傷みたいのいっぱい来た。あ、首吊り配信まだですかは来た。怖っ。で僕なんでか知んないけど、 YouTube でキムですって打つと嫌いって出てくるんだよね、サジェストで。いや、やばくないあれマジで。でもどうなんだろう、俺の友達に本当にキムですのアンチですマジで嫌いらしい。あま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 あ。YouTuber は女性にモテますか？モテません。モテません。
ませんよ皆さん、まあ、そもそも YouTuber って女性との出会いないです。マジでない。家にいるだけだから。家にいてシュッて屁こいて寝るだけ。最悪なんだよそれだから人間のマジで底辺。まあなんか僕たちみたいな YouTuber はあのちょっとあれだけど、まあ、そう女遊びしてる、女遊びしてる YouTuber いるよ。そもそも僕は学生の頃から付き合ったこともないしモテてませんけどね。 Twitter のフォロワーとかさ見せびらかしたらモテるんじゃないの。俺 Twitter のフォロワー25万人なんだよねって言ったらまたパッカーンって開くのかなまたパカーンって。はい、ということでね、以上になります。じゃあオッピーさんどうでした。オッピーさんオッピーさんはですね、真剣なところで言うと、てかそっか、これ真剣なトークっていう動画、うん、一個もふざけなかったよ僕たちは。一個もふざけなかったし、まあ、最後もふざけずにいくと本当に、まあ、YouTuber になりたい、ゲーム実況者になりたいって方はあのいつやっても遅くはない。今でしょ、まあ、今でしょ古い、うん、まあ、YouTuber になりたいっていうとね反対されることが多いけど僕たちは応援してますよ。結局僕も登録者100人でバレましたけど、親の反対を押し切ってやってるんで。最後にじゃあ頑張ろうぜ YouTube ドリームつって終わりにしましょう。なんでだよだせーの、つかもうぜ YouTube ドリーム。じゃあキモいじゃん。Thank you.